平成23年台風第11号は2011年8月に発生しフィリピンや中国、台湾などに被害を出した台風である。新図8月21日21時にパラオの北部の海域で熱帯低気圧が発生し2日後の23日21時に台風に発達したためアジア名ナンマドルと命名された。命名国はミクロネシアで 南マトル遺跡に由来する。なお、フィリピン大気地球物理天文局はこの台風について、フィリピン名、ミナと命名している。台風は25日から26日にかけて急激に発達し、25日9時に強い台風、26日3時に非常に強い台風となった。急発達した理由の一つは、フィリピンの東を非常にゆっくりとしたスピードで進行したことである。 そして27日にフィリピン北部を通過し、29日に台湾台東県内、竹里付近に上陸。31日9時に中国カナ南で熱帯低気圧に変わり、9月1日に消滅して低圧部となった。この低圧部は2日18時に天気図上から消滅している。この台風により、フィリピンでは2人の漁師が行方不明となった。 パンガシ南州では台風による地滑りで2人が死亡するなど35人が死亡し8人が行方不明となった。福建省では台風による大雨により2人が死亡し4人が行方不明となった。ありがとうございます。